二人に、感謝の言葉をお伝えさせてください。レースを見て10年半、ボランチとして一番やりやすく安心感があったのは二人でした。いつも隣で助けてくれて本当に一緒にいて心強かったです。そんな二人の練習での振る舞いや姿勢、試合で活躍するたびに俺ももっと頑張んなきゃいけないんじゃないか、もっとできるんじゃないかと、そうさせてくれたのも2人でした。レースに来て選手として成長できたのも2人の存在が大きかったと思います。本当にありがとう。泣きそうになったわ俺。来年もう一回皆さんの力を借りて必ず一年で令和復帰をできるようにまたこれからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。さあ、お疲れ様。